あんたの指示通り双眼鏡にアナライザー機能を追加してある。兵士や捕虜を視界に捉えればそいつのランクに加えスキルの有無もわかるはずだ。中には新しい武器や携行品の開発を可能にする特殊なスキルもあるらしい。人材を回収する時の参考にしてくれ。あんたがいたデケリアはイギリス主権基地領域だ。キプロス島にありながらキプロス政府の主権が及ばないイギリスの海外領土。あんたはキューバの中のアメリカからキプロスの中のイギリスに担ぎ込まれたんだ。なぜデケリアに？イギリスとアメリカの同盟関係は強い。サイファーもいわば身内があんたをかくまっているとは思わなかったんだろう。だから9年もの間あんたは英軍病院の中で眠り続けることができたんだ。クジラの腹にいればクジラに見つかることはない。ゼペット爺さんみたいにな。それでピノキオが俺を外へ連れ出してくれた。あの男は？サイファーは仲間の腹まで先に来た。それだけあんたを消したかったってことだ。俺がいたのは英軍病院だと言ったな。医者はギリシャなまりだったが現地採用の方が信用できる。デケリアにはギリシャ系キプロス人も住んでるからな。トルコ系はまだ南側に戻ってないのか？ああ、キプロス紛争は終わってない。キプロスは74年から分断されたままだ。北のトルコ系と南のギリシャ系、国連が引いたグリーンラインを境に睨み合ってる。デケリアもグリーンライン？そうだ、両者の緩衝地帯になってる。それもあんたをかくまうのにちょうどよかった。よそ者が来れば目立つからな。それで情勢は？昨年トルコ系が北キプロストルコ共和国の独立を宣言した。承認しているのはトルコだけだが、以前はギリシャ系とトルコ系が同じ村で暮らしていたんだ。だが紛争の火種は外からもたらされた。ギリシャ、トルコ、イギリス、アメリカ、各国の思惑が両者の対立を煽ったんだ。意思と諍いが起きればもう歯止めは効かない。当事者同士の報復心が燃え上がる。死者への負債は積み重なっていく。慌てて他国が仲裁を始めてももう収まらない。各国のエゴが混沌を生む。世界は報復の連鎖でがんじがらめ。キプロスもそうだ。起きたな。乗り換えか？捕鯨船でスエズは通れん。スエズ運河、いつ通れるようになった？あんたが襲われて間もなく、中東戦争庫の総会が終わってからだ。立てるか？ああ、まずはコンテナ船に乗り換えスエズ運河を抜ける。行き先はパキスタン、アフガンの南隣だ。船を降りたらペシャワールを経由して国境を目指す。カイバル峠までは車だ。その先は？馬だ。アフガンの主要な道路はソ連が抑えてる。使えるのは迂回路、補足、曲がりくねった山道だけだ。ここは車より馬がいい。アフガンギリラの戦術だ。高い稜線で空からの目をかわし、山を駆け巡って奇襲をかける。ソ連の部隊はこいつに苦しめられてるんだ。日程は通常の半分しかない。強行軍になるだろう。乗馬は得意だ。リハビリにちょうどいい。その新しい左手にも慣れてくれ。一方、ソビエトが米国がソ連選手団の安全を保障しようとしないなどを理由にロサンゼルス大会への不参加を示唆している問題で、合衆国政府は受け入れ体制に問題はなく、実際は西欧諸国が全モスクワ大会への参加をボイコットしたことへの報復であるとの見方を強めています。ニュースでした。さっきのニュース、ソ連がロス五輪への参加を渋り出した話か。アンドロポフが死んで風向きが変わったな。モスクワ五輪を西側諸国がボイコットしたことへの仕返しらしい。ボイコット？
モスクワを。ああ、その時の理由はソ連のアフガン侵攻への抗議、50近くの国が不参加だった。俺も山下の柔道は見たかったが、4年前に第40軍がアムダリアを越えてからデタント気分は吹き飛んだ。米国議会はソルト2の批准を拒否、大統領選では高派のレーガンが大勝ちした。ソ連は悪の帝国だそうだ。新冷戦か。地域紛争や内戦も絶えん。レバノン、フォークランド、グレナダ、イラン、イラク、相変わらずだ。エジプトとイスラエルは平和条約を結んだ。だがそのエジプト側の立役者だったサダト大統領は暗殺された。彼が進めた平和条約はアラブ人同胞に対する裏切りだと。イスラム過激派か。ああ、最近宗教過激派絡みのテロが目立つようになった。イランでは過激派の学生がアメリカ大使館員を人質に取り、レバノンでは自爆テロが発生。駐留中の多国籍軍にも300名以上の犠牲が出た。だが各国にはまだテロへの有効な対策がない。国軍の損害を恐れて部隊を引き上げ、その穴をプライベートフォースに埋めさせてる。プライベートフォース？国家に属さず金で雇われる軍隊。そう、要するにあんたの真似だ。基地が沈んで以来、宙に浮いた需要を満たすように増え始めた。ミラーの組織も数ある PF の一つだ。あんたは世界中に狙われている。だが求められてもいる。今から9年前、カリブ海で何があったかミラーから聞いた。ミラーは覚えてるか？あの頃あんたはその男と軍隊を作っていたんだ。国家に帰属しない軍隊だ。覚えてる。だが。そうか。この記憶が現実か、それとも昏睡が生み出した幻か、まだ整理できてないが、少なくとも俺が聞いた事実を伝えておく。優しくしてやるのはこれが最後だぞ。あんたが眠る前の年、1974年だ。あの時あんたはコロンビアにいた。傭兵のような連中と一緒に。ミラーもその中の一人だった。ミラーは自分たちの才能を何とか生業にしようとしていた。世界中の奴ら、軍隊の力を必要としている奴らのために戦う。いつかそのビジネスを成功させようとしていたんだ。だが現実には全員分の装備もまともに揃ってなかった。そんな時ミラーが依頼人を見つけてきた。でかすぎる仕事だが成功する可能性はあった。それであんたたちはその依頼を受けて中米のコスタリカに行ったんだ。しかもこの仕事にはカリブ海洋上のプラントがついてきた。あんたたちの本拠地になるマザーベースだ。ミラーが商売上手だったこともある。任務が進むにつれてあんたの部隊は順調に膨れ上がっていった。兵器も金も増え、いつの間にかマザーベースのスタッフは300人にも達した。大きくなった組織を支えるため軍事力は自然と増大していった。各国が無視できないほどにな。ああ、あんたはやりすぎたんだ。あの頃あんたたちは大きくなりすぎた。おかげで世界中があんたたちをマークするようになった。西も東も第三世界の連中も、あんたたちはいつ誰にやられてもおかしくない。だが実際に手を出したのは XOF という部隊だった。 XOF の表向きは CIA 管轄下の対テロ特殊部隊だが、実際はサイファーの傘下にある実動部隊だ。奴らはチコっていうニカラグア革命勢力の子供と、それから潜入工作員のパスって女を餌にあんたをキューバにおびき寄せた。その隙に奴らは各査察団を偽ってあんたの基地に上がり込み、同時に大量の C4 で脚部を吹っ飛ばした。プラントが丸ごと沈むまであっという間だった。キスとハグ、あげくに F というわけだ。ミラーにとって盲点だったのはマザーベースに思わぬ裏口があったことだ。ヒューイという科学者覚えているか？各査察団を基地に受け入れたのはヒューイと呼ばれていた男だ。
敵はこの隙間につけ入ってあんたの家に上がり込んだ。あんたがキューバから戻った直後だ。マザーベースはあんたたちを巻き込んでカリブ海に沈んだ。出払っていた仲間がすぐ駆けつけた。だが辺りはもうゴミクズが浮いているだけだったそうだ。自分たちの家とは信じられなかった。そう言っていた。だがいくら測ってもそこはピタリと正確にマザーベースの位置だったらしい。あんたはその海で死ぬはずだった。それこそが XOF にとって最優先事項だったと言っていい。実際みんな死んだと思っていた。運び込まれた病院でその医者が言うにはあんたはまるで人間かどうかもわからないような状態だったらしい。応急処置も済まないうちに仲間に連れ出されキプロスの病院に隠された。手引きしたのはエヴァという女だ。わかるか。普通の患者なら見捨てられてた。だがあんたは生かされたんだ。地獄へ落ち引き上げられ再び目を覚ました。激しい憎悪とともにあんたはもうネイキッドスネークじゃない。ベノムスネークだ。あんたにはまだやることがある。スネーク、これを試してくれ。義手か。ソ連孤高の権威によるハイエンドプロトタイプだ。うん、リハビリは順調だな。その腕回りならもうハマるだろう。よし、ちょうどいい。慣れたら昔の左手より言うことを聞くぞ。どうだ。まだ元の手の感覚が残ってる。早く新しい体になれるんだ。痛みはあるか。たまにだな。どこだ。指の先だ。左手の指先に。原始痛というやつか。あんたの頭はまだなくした左手を覚えているんだ。ああ。目の方はどうだ。ちゃんと見えるか。ああ、今はな。頭に刺さっている破片は視神経を圧迫している。強い衝撃があると視覚野に影響が出ることもあるらしい。医者もそんなこと言ってた。目で見たものが正しく脳に認識されない現象する可能性がある。存在しないものが見えたり、あるいはあるがままに見えなくなる症状。どうだ。心当たりはある。いつ。起きてすぐだ。色がぼやけて。色か。死ぬようなものではないが、とっさの判断では命取りになるかもしれん。気に留めておいてくれ。分かった。よし、リハビリを怠るなよ。すぐ上陸だ。今しか猶予はないぞ。オセロット、お前アフガンでシャラシャーシカと呼ばれてるらしいな。どういう意味だ。ああ、シャラシカは知っているか。疑惑の噂がある。間に合わせの組織という意味のスラングだが、ソ連の強制労働収容所の俗称でもある。試作設計局の中でも有罪判決を受けた科学者技術者が強制的に研究開発をさせられていた施設だ。管理や組織図の上では第四特別部という名称が与えられていた。研究もか。こことは違う。ここのスタッフはみんなあんたを信じている。どこから来てどんな理由で集まったんだとしても、今はみんなあんたに惚れて自分の意思で戦っているはずだ。じゃなければここを出ていくか。かもしれん。まあ真実など分かりようもない。実態などどこにもないし、どこにでもある。ただそれが少なくともあいつらの頭に形成された幻、共同幻想の幽霊、マルクス的に言えば上部構造にあたる。分かった。それで、いつの間にか俺は敵国からシャラシカと呼ばれるようになった。アフガンの戦争が始まってからだ。俺は眠っているあんたの面倒を見ながら捕虜たちの尋問を担当していた。本人の意思に関わらず拷問で仲間や家族を売らせたんだ。
大義も何もない祖国の英語に加担した。おかげで強制収容所の拷問特別顧問なんていう名誉まで授かった。ただそうしていれば誰もがそれを俺の顔だと思う。おかげで本当の目的、あんたを守るという目的は達成できた。俺のせいか？ああ、全部あんたのせいだ。アフガンで戦う戦士たちの間では随分有名になった。だが一方で戦場で俺を見かけた奴もいたんだろう。そこでいつの間にか俺のあだ名にはもう一つの言葉が加わった。シャシュカ、カフカスに出自する刀剣だ。このシャシュカはロシア軍の手に渡り、対戦では竜騎兵やコサックたちが使うようになった。かつてロシア帝国にはフョードル・アルトゥールヴィチ・ケールレルという軍人がいたんだが、彼はその勇敢さからロシア一のシャシュカと呼ばれていた。誰かがそれを知っていたんだろう。いつの間にか俺のあだ名シャラシュカにはシャシュカが加わり、ゲリラたちの間で語られるうち、結局シャラシャーシカで落ち着いたようだ。強制収容施設と英雄の刀剣か。お前らしいな。人の噂やイメージとはいい加減なものだ。大衆の間では操作された情報からキャラクターがかたどられ、それもまた根も葉もない噂で変わっていく。いつの間にかみんな幻を見るようになる。俺にとっては好都合だ。偽りの名前を随分利用させてもらったよ。ソルト2は発行していないのか？ベースの核兵器を数だけじゃなく運搬手段まで含めて制限できる条約。長い折衝の末に調印までこぎつけたが、その暮れにアフガン侵攻が始まった。タイミングが悪い。あの時も大統領はソルト2の交渉中だった。あんたがピースウォーカーを止めようとしていた、まさにその時か。うん、話は聞いてる。当時のフォード大統領はウラジオストクで書記長と会談中、本国で留守番してた連中はピースウォーカーから発信された偽の核発射データを確認、報復核を撃とうとしていた。人間は核を撃てない。コールドマンの読みが外れたんだ。あの時あの AI が、いやザ・ボスが偽装データを止めてくれなければ核は撃たれていただろう。核抑止は幻想だった。あんたと彼女のおかげだ。米ソ会談は難航してたんだ。それが急にまとまったのはあの事件があったからだろう。だがまあ結局は時代で政治は変わる。厄介な生き物だ。俺があんたと知り合ったのはもう20年も前だ。場所はソ連領ゼリノヤルスク。俺たちは敵同士だった。俺はグルー、あんたはまだアメリカのために戦っていた。1964年、スネークイーター作戦。目的は伝説の兵士ザ・ボスの抹殺。その任務を遂行したあんたは国に帰り、ビッグボスの称号を得た。ゼロはそれからザ・ボスの意志を引き継ぐために人知れずある組織を築いた。当初のメンバーはこのスネークイーター作戦に関わった面々。アメリカからデイビッド・オー、すなわちゼロ少佐、ドナルド・アンダーソン、通称シギント、作戦ではパラメディックと呼ばれていたクラーク博士、そしてあんたの4人。中国からはエヴァ、ソ連からは俺、オセロット。全部で6人だ。政治が決めた敵味方なんて関係ない。西も東もない。俺たちは自分の意志で加わった。目的はザ・ボスが命を落としても叶わなかった願い、世界を一つにすること。そのためにゼロが中心となってスネークイーター作戦で手にした闇の軍資金、賢者の遺産を使った。この組織が後のサイファーだ。あれから俺は大変だった。あんたが手にした遺産はまだ半分、その残りの半分を探していたんだ。見つけた金はゼロに回した。あんたが希望した通りだ。信頼していた。俺たちはそれがザ
ザボスの意思だと思っていた。それもゼロがあの計画に手をつけるまでだ。恐るべき子供たち。ゼロはそう言っていた。あんたはゼロから離れた。エヴァも離れ、アンダーソンとクラークだけが残った。俺はその後もゼロと接触を、いや互いに監視を続けていた。目的は常にあんただった。あんたは陸軍に移り、自分の部隊を作った後アメリカを出た。その後一時期は俺もあんたを見失っていた。おそらくゼロ、かくれんぼであんたに勝てる奴はいない。ゼロが作ったサイファー、世界中に張り巡らせた情報の動脈、静脈、神経、世界を一つの生き物にするための結びつき。だがそれは本質じゃない。あんたというゼロにとっての通点が今どこにあるかを感知するための座標でもあったんだ。ゼロはあんたが原点から離れるほど自らの存在を大きくしていった。まるであんたとの距離を埋めるようにな。だがやがて少佐は姿を隠していった。接触があったのはわずかな人間だけ。俺もしばらくはその一人だったが、あんたが眠ってから一年も経たないうち、ある時を境に俺は完全にゼロの姿を見失った。それからは一度もゼロを見ていない。衛星、通信、写真、どんな噂話でもあらゆる直接的間接的方法を駆使したが、ゼロは消えた。だがその力はなくなっていなかった。むしろ統制を失って肥大化していった。サイファーという巨大な哺乳類はゼロという脊椎を失った。だが今もまだ生きている。成長を続けている。その体はスカスカに腐って、腹綿には寄生虫が這いずり回っている。この寄生虫こそがあんたを襲った連中だ。9年前のカリブ海、それからデキリアの病院でも。連中はサイファーの隠密部隊 XOF だ。 XOF はあんたがあの病院にいることを嗅ぎつけた。それであんたを殺しに来たんだ。